ボディービルのきっかけはね、私がね、新宿に昔福和っていうお店がありましてね、そこで2人でダンスを踊ってたんですよ。でダンスを踊ってる時、まだあのひ弱な体してらっしゃった時で、でそれで飯島さんとこう踊ってる時に、あのパッドがこんな入ってたんですよね。で、あら三島さんどこ行っちゃったの、パッと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 しかないわ、で三島さんどこ行っちゃったんでしょうねって言ったら、冗談で言ったつもりね、いつもはもう冗談二人で言い合ってましたからね、怒る人じゃないんですよ。それがね、どこ行っちゃったのあなたつって、でパッとしかないわつって、もうすぐにさーっと真っ青になりましてね、振り返った俺は帰る、いきなりパッお帰りになっちゃったんですよ。私そんなに悪いこと言っちゃったかしらと思ったんですけどね。でそしたらボディビールやってるから見に来いって、それでってびっくりしちゃってね、でジム行ったんですよね。後楽園行ったらもう手に汗水垂らしてやってらしてね、で私その意味が分かんなかったんですけどね、その頃にやっぱり死んだ時の自分の姿っていうものがそのひ弱であっちゃいけないっていう、もうすでに計算があったみたいですね。でそれとやっぱりあのボクシングをやりになったりで、ね、剣道をやりになったり、いろんな気候とも取れるようなことをやりになったけども、お前来るとこにやってくんないかっていうんで、でもあれはね、いろいろ八重子さんのものだし、だから私がやったからって当たるっていう保証はないですよっつったら、いやこの勢いを借りれば絶対大丈夫だって、ね、そうですか、お力になれるかどうかわかんないんで、やりましょうかってやったら、あの鳥の大騒ぎになって大当たり取りましてね、で三島さんが、まあこれはもう完全に君のものだっていうふうにおっしゃっていただいて、例の話が出た時に顎紐みたいなのかけて憲兵隊じゃないかしら、戦時中に見た格好で憲兵みたいな格好してて、ここに腕章をつけてるのがいてね、緑色のコーヒー影であなたの後ろに立ってるって言ったら、さーっと回路が変わったんですよ。で真顔になって、それ誰だって、誰だか分かんないです。で名前を言うとね、その霊はねピッと消えるんですよ。で名前言ってごらんなさいって言ったら、天笠かっておっしゃったんですよね。それとその影が消えなきゃ、いやそうじゃないって言った。それで平凡な名前で小林じゃねえ、なんとかっていう名前をおっしゃったの。でそれも消えなかったの。でそれでもないです。じゃあ磯部かって言った時に、その後ろのその壁の影がパッと消えちゃったんですね。だからあそれだって言ったら、三島さんがそれだってお前その磯部って何だか知ってんのかって言うから、うん知らないけどそれ何って、逆に今度はこっちが聞いたら、いや天を恨み国を恨み親を恨み、とにかく呪いに呪いまくった石を描いたのが見つかったやつで、あの 2.26 事件の時の証拠だっていうの、事件の時。今日は三島由紀夫さんとの思い出などをお話しさせていただきます。コンサート絡みでございますけれどね、ちょうどね50年前の1966年、チャリティーリサイタルを行いましてね、これはねあるあの身体障害者の施設のね子どもたち、そこへね、いくらか寄付させていただきたいと思いまして行ったリサイタルでございましてね、もう今はなくなりましたね、日経ホールというね小さなホール出したんですけどね、でそこでやることになりましてね、でそしてチャリティーでございますんでね、じゃああの華やかな本がと思ってたら、三島瀬由紀夫さんがね昔から舞台に出てみたい出てみたいっておっしゃってたのを思い出して、あ三島さんだったらね、有名でもいらっしゃるし、じゃあその寄付などなさって功徳を積むのも良いかということでね、お宅へ伺ってお話したらね、あの一文にもなく OK だったんですね。あそうじゃなかったんだ、あのね初めねあの絞られたんですよ、でそれで私は一度あのそれ断られたと思って帰って、そしたらまたね思い直しませんかつって電話したんですよ。でそしたらね、ああよかったっておっしゃって、どうしてって、僕はどんな取材でもね、いろんなあの原稿の依頼でも何でも一度は断ることにしてるんだってね、だから断ったんだけど、で本当はねやりたくてしょうがなかったから、
もしね、これでね、これっきりになったらどうしようと思って、心配してた。ああ、よかったっておっしゃったの。んで、プロポーズしてくれてありがとうって言われて。で、前からね、スターの気分を味わいたいっておっしゃってたじゃありませんかって言って、そうなんだよって。で、そのチャリティーの日の前に、三島由紀夫さんがね、詩をお書きになって、で、君が曲をつけてくれたまえって言われたんで、で私は作曲して、で、そして三島由紀夫さんが詩を書いた、増加のバラかなに殺された政府水風の歌っていう長いタイトルでね。で、それをね、馬込の家へね、通ってピアニストと一緒に行って、で、そして、ずっと、毎日練習したんですよね。で、初めはね、観光里のお家でいらしたんでね、音楽っていうものをね、なんか、仇の商売じゃないからね、ということで、お父様がものすごく嫌ってらしたのね、その芸能のことを。で、それで、音楽をうちの中でね、鳴らしっぱなしになったりね、聞いたりする習慣がないんで、それでね、ひどい音痴でいらしたの。ところがね、一週間で治しちゃいましたよ。精神力がすごいんですね、集中力がね。で、そしてね、始まりますでしょ。で、始まる前はね、稽古が始まる前はね、丸山くん、丸山くんっておっしゃってた。そして、稽古が始まったらね、丸山さんになって、で、時々先生とおっしゃるの。それで言葉遣いもね、丁寧語になるんですよね。ああ、この方はやっぱりそういったところのね、仕分けがきちっとできてる方だなと思って。で、さて当日になりました。当日になったら受付の方は、もう三島さん1時間前に入ってますよって言う。え？だって第3部の後の方でね、そんなに早く入る必要ないのにして、リハーサルもずっと後からだから。で、三島さんの楽屋行きましたらね、パイプ椅子を並べてね、何年転がってらしてね。それで足をね、兄弟の上に上げてね。で、そして、奥様とね、付き人みたいなことを引き受けた人と二人立ってたんですよ。で、それで、奥様はね、ハンドバッグ下げてね、呆れた顔してるの、どうなすったのって言ったら、西和さんがね、おい、タバコって奥さんにおっしゃるの。そしたら奥様はハンドバッグからタバコ出してこう、で、火をつけてお揚げになったの。その後でね、ああ、スターってのはなんて傲慢でいいもんだんだろうって、おっしゃるとね。そしたら奥さんがね、もう、マールさん聞いてよ、もうさっきからこれなのよ。スターの大物ぶっちゃってさ、だっておっしゃってて。で、それで始まって、で、そしたらお上手にお歌いになってね。で、大好評だったのね。で、マスコミも大喜びして。ところがマスコミがね、終わった後ね、三島さんにいろいろポージングをさせるんですよ。カメラマンがね。だけどね、お腹の中でね、いかに滑稽に扱ってやろうかという悪意が見えてたわけ。だからね、変なこうポーズばっかりさせたりね。で、三島さんそんなことわからない順調な方だから、そういうふうに言われた通りにポーズになって、だから私はね、それはダメって言って、お会いしなさいましって言って、その悪意のあることはやめてくださいって、私怒ったんですよ。ですから、マスコミからね、私今でもね、評判が悪いんですけどね、サービスをするのをね、とにかく、いいところを取ってくださんだったら、もう大歓迎なんだけど、三島さんは気の毒になっちゃったのね。なんで、ギャラどうしましょうって言ったら、1000万よこせなって。嘘でしょって言ったら、嘘に決まってるだろって言われて、とにかくいい経験をしてもらったと、そうおっしゃってましたよ。まあ、いい方でしたね。今頃はね、天国で、今でもスターで歌ってらっしゃるんじゃないですか。